世の中には傾聴が大事っていうね、講演も本も先生も多い中、どうしていいかわからない、どうしたら傾聴できるんですかね。このコーチングとカウンセリング領域を一気通貫してやれるところもなかなか少ないんじゃないかと思います。目的目標、何のために、じゃあ具体的に何が起こってたらそう思えるっていうのを引き出す、本当にやりたいことを発見する、その時のヒントが過去のプラスマイナスになります。上からでもなく下手でもなく横なんだけど、むちゃくちゃ大事なのはこの横ばかりじゃなく、向きが同じ方向を向いてる、むちゃくちゃ大事なんですよ。人間って向き合うと分析するんですよ。つまり原因論をやっちゃうんです。はい、カウンセリングコーチング瞑想ファシリテーションのプロ平本明夫です。そしてゲストは、はい、心理カウンセラーの西地です。メンタルマネジメントスクールの心理カウンセリング実践コースの講師を務めさせていただいてます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあカウンセリングの世界はもちろんのこと、世間ではまあ上司が部下とか親が子供とか先生が生徒とか、傾聴、傾けて聞く、傾聴が大事って言うんですけど、なんでそんな大事なんですかね。そう、傾聴はすごく大事で、あの傾聴が起こるとですね、こういう聞き方をすると、はい、まずこの人に、話しても平気だっていう感じになるんですよね。でも話しても平気だっていう前に、いやもうここおかしいからこうした方がいいじゃんとか、ここ直したら、もうちょっとこうやってポジティブに考えたらみたいに、アドバイスで。そう、アドバイスもね、あの、まあ言っちゃいいんですけど、あの、例えば、そのアドバイスが毎回こうなんか相談ごとに行くたんびにこう、すぐ来るみたいな。とか、いや、もうちょっと聞いてほしいんだけど、みたいな、ね。そっか、聞いてほしい時あるんですね。そう。で、そこじゃないんだよというところで来るんですよ、大体。なるほど。アドバイスじゃなく、聞いてほしい時もあれば、アドバイスが外れてる時もある。外れる時もあるんで。確かに。で、それを繰り返してるうちに、この人の話でもあんま意味ないな、みたいな。相談に来なくなっちゃうんですね。来なくなりますね。なるほど。どんなにいいこと言ってんのにね。そう、いいことを聞きたいわけじゃないですからね。あの、相談してる側は。そうなんだね。で、そういうふうに、あの、この人だったら、傾聴してくれる相手だったら、この落ち着いて話せるし、何を言っても大丈夫みたいな、なるほど、まずそういう、こう、関係性ができる。はい。そして、こう話してるうちにですね、聞いてくれてるもんだから、自分の内側でこうなんか話しながら整理がついてくるんですよね。なるほどね。あ、本人の中の整理がつくんだ。じゃあ聞いてこうだよってこう言ってあげるんじゃなくて。はい。本人自身が整理つける。そう。なんか一人で考え事するときと、誰かと話すときってやっぱちょっと違いますよね。確かに確かに。で、相手がいると、相手に対してこう、分かるように説明しなきゃいけないっていうのが多分頭も働くんだと思うんですけど、話しながらいろいろとこう、自分の内側で整理がついていくっていうのがまああるかなとか、ね。なるほど。他にありますか、傾聴の。あとはですね、はい、カウンセラー側ですね、聞く側が、話を聞きながら、相手のことが理解できます。なるほど。はい、で、一緒に話を深めていくと、あ、本当に困ってるのってこれなんだねとか、本当に言いたかったことってこれなんだねって、クライアント側が本人も気づいてないようなところまで一緒にこう深く入っていく。確かに、あの、話してるうちに本当の悩み違うところにあったっていうのはありますね。ありますね。はい。で、そこまで行ったら、例えばさっきね、平本さんがおっしゃってたようなアドバイスも、まあ、はまるかもしれないし。なるほど、なるほど。何か本人が困ってることにヒットする、こう、解決が見えてきますよね。本当に困ってるところまで聞き出せてなかったら、アドバイスがもうすでに的外れになってる。的外れになってますね。なるほどね。はい。あとありますか？あとはですね、今みたいにこう、問題解決、まあ、してもしなくてもいいんですが、最後まで話を聞いてもらって、本人の深いところまで相手に聞いてもらったとすると、あ、話せてよかったと。話せてスッキリした、ね。誰にも言ってなかったことは言えましたみたいな感じで、すごくこうスッキリして落ち着いた感じになる。なるほど。感情的にスッキリしたって感じがあるんですよね。そうですね。はい。そんな感じで、こう、傾聴するとすごく、いいことがたくさんあるんですよ。まあ、傾聴していいことはたくさんあるとはいえ、まあね、世の中には傾聴が大事っていうね、講演も本も先生も多い中、どうしていいかわからない。どうしていいかわかんない。ありますね。ですよね。あります。どうしたら傾聴できるんですかね。あの、傾聴は、実は結構高度なことをやってるんですよ。話を聞きながら考えたりとかね、いろいろこう複数のこと同時進行なんで、本当は、こう、いくつかに分けて練習するのがいいなと思っているんで、あの、実践コースでは、3つのフェーズに分けて、伝えてるんですね。
あの練習方法が明確にあって、それが3つあるんですね。そうですね。まず1つ目は、1つ目は、うんうん、その言葉に対して、どう応答するかですね、うんうん、相手が言ってることって言葉じゃないですか、はい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 、その表面的な言葉内容に対してどう応答するかっていうのがまずあります、はいはい、なるほど。まあ傾聴っていうぐらいなんで何か喋ってるはずなんで、うんうん、その言葉に対しての応答が1つ目、そうですね、これの練習ですね、はい、2つ目は、2つ目はその人が伝えようとしてることの意味ですね、うん、例えばこうなんか苦しいとか悲しいとかっていう時に、うん、苦しいとか悲しいっていうのがなんか理由があるわけですよね、うん、その理由とともに、あ、だからこう感じたんだねってその、うんうん、相手が感じていることに納得できるその意味を、聞いていく。なんか前後の文脈だったりとか、ですね、まあ、原因だったり目的だったり、はい、これが意味、うん、意味です。3つ目は、はい、3つ目は言葉になってないところです、うん、まあ、ここが一番のミソだと思うんですが、うんうん、こう話、口調、声のトーンもあるし、うん、表情とか動きってこう、うん、話してると人間ってたくさんいろんなとこ動いてはいるんですけど、うんうん、その部分を、聞いていく。あ、まあ、確かに例えば、はあ、自己需要が大事ですねっていうトーンで言ってる人もいれば、はい、ああ自己需要が大事なんですよねって言ってるトーンだと本当に思ってんのってなりますよね。というかしょうがないですよね、もうそれしかみたいな、しょうがないっていう段階で自己受容してるのみたいな、はい、そういうこう言葉になってない部分の、うん、まあ、情動って呼んでるんですけど、はいはいはい、その情動への、まあ、共感というかね、聞き方を通して、こう感じ方ですね、うん、感じ方をこう捉えていく。例えばなるほどって、やっぱり幸せになるには感謝を感じることが大事ですねと思って、ありがとうございますってなったらいいけど、はい、感謝ですよねって分かりました、なんかなるべくありがとうって言ってみますって言ってる段階でどうですか、はい、もうそれは分かってないというか、感謝じゃないなってピンときますよね、それは。いやでも意味的にこういうことですよね。だからやっぱ感謝するしかないんですよね。そう、だからこう感じてることと言ってることがこう違ってきてるの分かっちゃいますよね。なるほどね。本人も気づいてない場合もあると。ありますね、この辺。じゃあ、うん、ぜひ次回からそれぞれ言葉、意味、情動への傾聴の仕方、はい、ステップバイステップで教えていただければと思います。はい、はい、ということで次回楽しみにしててください。ありがとうございました。1日研修したらこの講座分元が返します